ベネラ5号は1969年1月5日にソビエト連邦によって打ち上げられた宇宙探査機である。ベネラ5号は1967年に打ち上げられたベネラ4号の巡動計器で近世大気層に探査機を軟着陸可能な速度で降下させる目的で設計された。宇宙船は強度を高めた他はベネラ4号に似通ったものだったが、 ベネラ4号の観測結果をもとに、大気のより精密な測定をするための科学、実験装置が搭載されていた。また、大気の密度が非常に高いことが分かったので、パラシュートは小さなサイズに変更された。1969年5月16日、ベネラ5号は地球周回軌道離脱用のロケットとともに、タイヤジアリスプートニクとして宇宙大気軌道に打ち上げられた後、 金星に向かう軌道に乗った。金星に到達すると、化学観測機器を搭載した4 0 5ラムの硬化カプセルが、軌道モジュールから切り離され、パラシュートを開いて減速しながら、硬化を開始した。1969年5月16日、カプセルは硬化中53分間にわたって、金星からの大気の状態を送信し続けたが、体圧限界を超えて、機能を失い、 金星の夜側、何三度、統計十八度の地点に墜落した。なお探査機には、国家紋章とレーニンのレリーフが刻まれたメダルも、搭載されていた。ありがとうございます。